皆さんこんにちは、ワンダルグリッシュです。今回はプレイステーションのゼータガンダム、こちらをプレイしていきたいと思います。このゲームは、いわゆるアクションシューティングゲームになっているので、僕がいつもプレイしているシミュレーションゲーム系とは全く異なるゲームなんですけども、当時この機動戦士ゼータガンダムのプレイステーション版はプレイをしていなかったので、今回はこちらをプレイしていきたいというふうに思います。で、特にですね、このゼータガンダムはこのゲームのために新しくアニメが作られたということなので、そのアニメシーンを見るのがね、一番の目的になっています。では早速プレイをしていきましょう。オプションで一部いじったのがですね、サウンドレベル、 BGM がねちょっと大きめに感じたので BGM の音量だけ少し下げていきます。では見ていきましょう。黒いガンダム、公開日誌補足。アーガマはスイートウォーターから就航して以来初の作戦をグリーンオアシスで展開し、ティターンズが開発中のガンダムマーク2、2機の奪取に成功した。これを我々反地球連邦組織エウーゴがティターンズと地球連邦軍へ対し本格的な軍事行動を開始したことを示すには十分な作戦となった。それとガンダムマーク2を操縦し本作戦に協力したグリーンノア1の民間人少年がアーガマに乗船することとなった。いいか、一機はバラシューだ。君はアムロレイを知っているかね。はい、アムロレイの名前はアングラの出版物で知っています。おお、グリーンオアシスでアングラか。グリーンオアシスだってもともとは軍事基地ではなかったのですよ。そりゃそうだが、空気漏れが続いていたらどうしたんだね。現在サイドセブンの空域はグリーンオアシスの名前で呼ばれ、ティタンズの拠点となっている。ティタンズはそこでガンダムマーク2の開発を行っていた。アポリ、ロベルト、ガンダムマーク2を捕捉するぞ。君の協力で2機ものモビルスーツが手に入ったのだ。偶然が重なっただけです。カミーユ・ペイだ。ティターンズのガンダムマーク2を奪い、訓練もなしにそれを操縦した民間人の少年か。まるで無料レイだな。これよりモビルスーツによる演習を開始する。クワトロ隊とカミーユはモビルスーツデッキに。君はまだ軍人になるつもりはないようだが、今日から演習に参加してもらう。一応軍艦に乗るのだ。空での発進と着艦ぐらいは覚えておいた方がいい。アストナージ、後の説明は頼む。私は予定地点で待つ。まずは装備の選択だ、カミユ。マーク2は専用のライフルとバズーカが装備可能だ。モニター右下のゲージが消えたら時間切れだ。発進の呼吸を乱すからな。現行の装備で射出するぞ。もたもたするなよ。アーガマーからマーク2のコックピット視点で発艦シーンが見れたのはこれだけでもなんか嬉しいですね。来たな、カミーユ君。これより模擬戦を行う。訓練といえど実戦のつもりでかかれよ。さあ、では始まりました。今模擬戦と言ってた通りですね、ここは
まあ、単純にクワトロタイドを操る、リクリアスですね、これとですね、まあ、しばらく交戦状態を維持すればいいというだけのステージになってます。で、このステージと次のステージまでですね、ちょっと試しにプレイをしてみたんですけども、あまり、まあ、シューティングゲームとかアクションゲームとは得意ではないどこでもですね、まあ、なんとかこのステージと次のステージぐらいまでプレイができたので、まあ、なんとかプレイをこのまま続けていけるかなと思います。で、ご覧いただいた通りですね、アニメシーンが特に、見ものというのがあるので、ここはね、本当に楽しみにしていきたいなというふうに思っています。訓練を終了する。まあ、初めの頃はこんなものだ。まだマーク2にも慣れていないのだろう。これから慣れればいい。これから着艦作業に入る。左舷カタパルトから着艦しろ。お疲れ。隊員にだいぶ絞られたようだな、カミーユ。はい、というわけで、第1ステージ黒いガンダム、これでプレイ完了になります。まあ、こんな感じでですね、ショートステージになっていて、これが何話も続くようなゲームの構成になっているようです。なので、まあ、1ステージ、1収録という形で進めていきたいと思います。まあ、シミュレーションゲームに比べて、1話ずつ1回ずつというのが、まあ、少し短めになっているかなと思うんですけども、まあ、その分サクッと、プレイできて、隙間時間に楽しめるかなというふうに思っています。で、このプレイステーションの機動戦士ゼータガンダムはですね、2枚構成になっているようで、1枚目が今見ていただいたプレイしているカミユ編。これはカミユから見たゼータガンダムですね。そして2枚目がですね、クワトロディスクがあってですね、クワトロ隊から見たゼータガンダムがプレイできるようなので、このね、2枚ディスクしっかり遊び尽くしていきたいなというふうに思っています。で、その後はですね、これと同じ続編という形で逆襲のシャア編というのも購入しましたので、これもね、プレイをしていきたいなというふうに思っています。まあ、時期的にはですね、信長の野望新生のパワーアップキットが発売迫っているという時期で、そのね、パワーアップキットもぜひぜひプレイしたいなと思うんですけども、当面の間はですね、ちょっと隙間時間でプレイできるこのゼータガンダムプレイをしていきたいなと思います。まあ、実はですね、子供が保育園に入れなくて、家にずっといるということもあって、なかなか、シミュレーションゲームみたいに2時間3時間の収録時間がかかるものにですね、着手がちょっと難しくて、しばらくこれでプレイをしていきたいと思います。もちろん、シミュレーションゲームも時間をね、作ってプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。